どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。どうもじさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。ただいまねイベントランクマッチシーズン9、ガンダムシードディスティニーの機体ディスティニーガンダムがもらえるっていうキャンペーン中ですね。はい。で、実様ね、ディスティニーガンダムはレベル5まで到達しました。で、次の目標はちょっとね、ディスティニーまで上げれればいいかなと思ってたんで、一応今回の目標は達成したのですが、まだイベントはね、10日ぐらいあるのかな、まだだいぶありますので、せめてプラチナランクぐらいは取っとこうと思って続きやってたんですけども、支給だけですね、備蓄は使わないでっていう感じ。お二人当たった。はい。で、支給だけでね、ちょっとコツコツ残りやってたら、今からねプラチナランクの昇格戦を行うことになりました。うん、順調に上がれればいいんですけどね、1回でなかなかうまくいかない感じですよね。いつも前回ね、初めてかな、プラチナランクって5000参照しないとダメなんですけど、初めて1回で切り抜けた記憶がありますね。今回もそうなってほしいですけど、外れた。これはすごいな。うい、よし、もう一人ぐらいいけないかな。よいしょ、結構削ったけど後ろから撃たれました。さあ、でも逆転されてるな。さっきパッと見た時結構良かった感じだったんですけど、よし、今度はこちら。あとね、今日の機体はブルーディスティニーです。ディスティニー違いですね。今回のランクマッチ最初の方ちょっと使ってたんですけどね、5000ぐらいかな、はい、勝率2割って出てたんでね、ちょっとでも上げたいなと思ってこいつで来てみました。ずっとね高コスト機体使ってたんですけど、やっぱり手に慣れてる、手に馴染んでる機体っていうのはね、操作面で迷ったりしない分戦闘に集中できる感じがしていいですね。ランクマッチは慣れてる機体で出るのがいいのかもしれないですね。ちなみに機動強化にいいですね。当たると死んでしまいます。おっぱい頼りなんでね、おっぱい、はーい、惜しい。死んでしまいそうです。ちょっとでも HP 低いんでね、おとりができてはいいですけどね。おーし、変身、おいちょ、オッケー、あと一人、シナンジュ、おい、おっしゃ、あと一人、5番どこにいるんだよ。お疲れ様。これは例のやつか。戦闘が終わってないんですけど、最後まで戦ってこれは痛いな。動機ずれかなんかなんかな。せっかくプラチナの昇格戦の最初勝てたのにな。はい、ということでね、めげずにね続きやっていきたいと思います。落ちたのは知らないですね。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、
チャンネル登録もお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。くそ